築地市場の守り神を紹介します。波除神社。訪れたのは12月。波除通り、築地場外市場や新鮮な魚介類を調理して提供する店の通りの斎王に鎮座する神社。創建は江戸時代。満治2年、海だったこの地の埋め立て工事は荒波に困難を極めていた。獅子殿、獅子のオス、裏側まで参拝ができる。ある夜、海面を光を放って漂うものがあり、人々が不思議に思って船を出してみると、それは稲荷狼のご神体だった。みんなは恐れて、現在の地に社殿を作りお祭りして盛大なお祭りをした。するとそれからというもの、波風がピタリと収まり、工事はやすやすと進んだ。それ以来今に至るまで、災難を除き、波を乗り切る神として信仰されている。明治2年に描かれた築地の絵の端に現れる波除神社。卵塚。卵への供養と感謝を捧げる塚。抹茶の四神。寿司塚。寿司に用いられる魚の霊の供養と感謝を捧げる。エビ塚。天ぷらに用いられるエビ魚野菜への供養と感謝を捧げる塚。アンコウ塚。活魚塚。ハマグリ石。お狐様。昆布塚。拙者、弁財天社。再興された江戸時代の大獅子の中に鎮座する。獅子のメス。歯が黒いのは理由がある。昔の女性はお歯黒といって、歯を黒く染めていたため。命をいただくことの感謝と、江戸時代の空気を感じられる聖域。